皆さんこんにちは。これからコアクロス15分のクラスを始めていきます。今日担当します田村です。よろしくお願いします。このクラスは15分間でお腹の前、それから背中をトレーニングをしていきます。種目決まってますが、ご自分のペースでスピードを変えていただいて大丈夫です。途中休憩していただくのも大丈夫です。水分補給もご自分のペースで行ってください。では早速ウォーミングアップ、体を温めていきましょう。最初は寝転がってお腹の前から体を温めていきますね。では仰向けに寝転がります。手はお尻の横、膝を曲げておきますね。最初この状態から両足を持ち上げて膝を股関節の上に持ちます。この状態から片足ずつ交互に床をタップ、戻す、反対、これは続けていきます。この時お腹を締めて腰は床にしっかりつけておきましょう。では皆さんも一緒にスタートします。どうぞ。はい、ペースはご自分のペースで大丈夫です。お腹を締めて腰をしっかり床につけておきましょう。膝、ご自分のちょうど足の付け根のところまで戻してください。すねは床と水平、これでお腹の下にしっかり刺激を与えていきましょう。まずはお腹の下を温めていきます。さあ残り30秒、このまま続けていきますね。ペースは少しコントロールしていただいて大丈夫です。皆さんの体を温めることが目的。残り15秒、もう少しでゴールですね。そう、動きをコントロールして体が温まるのを感じてください。あともう少し。はい、 OK です。では少し休憩して2種目目、今お腹の下を使いましたので、今度はお腹の上を温めていきます。指先をこめかみに持ってきて、この状態から上半身を起こす、下ろすというのをやっていきましょう。お腹を締めて膝と膝の間を見るようにしていきます。顎は軽く引いてお腹の上を意識しておいてください。では準備ができたら皆さんもスタートしましょう。どうぞ。さあ皆さんの目線はどこにありますか？膝と膝の間を見てください。そうすることで顎は軽く引けます。肘外に開いた状態でやっていきましょう。ちょっと疲れたなという方は少し下で休憩しても大丈夫。いけるぞと思ったら開始をしてください。そうですね。さあお腹の上がちょっとずつ熱くなってくると思います。残り30秒、でこのまま同じペースで続けていきましょう。ちょっとずつ体が起きるようになれば動く範囲も大きくしていきます。あと15秒ですね。トレーニングに向けて体が温まるのを感じれば OK。 あともう少し。はい、 OK です。では3種目目、最後は背中を温めていきますね。うつ伏せになります。両手は肩の横、足を揃えてお尻をグッと硬くしておきます。バックエクステンション、この状態から体を起こす、戻すというのをしていきます。お尻を締めたまま顎を引いて床を見たままでやっていきますね。じゃあ準備ができたら皆さんもやっていきましょう。どうぞ。手で床を押しても大丈夫なので、胸が床から軽く離れるぐらい起こしてください。使うのは背中から腰にかけて体の裏側ですね、ここをトレーニングしていきます。これもちょっとハードに感じれば一回少し下で休憩しても大丈夫。準備ができたらまたスタートしてください。はい、あと30秒続けていきましょう。今日はお腹の前、背中のトレーニングです。前と裏をトレーニングしてしっかり体幹を作っていきますね。顎を引いたまま
首を長くしたまま、はい、 OK です。ではお尻を引いてチャイルドポーズ、少し体を伸ばしておきましょう。これでウォーミングアップ終了です。この後本格的なトレーニングに入っていきます。はい、では一旦軽く水分補給をしましょう。続きまして本格的なトレーニング、お腹の前のトレーニングをスタートしていきます。準備ができたらまたまた仰向けで寝転がってください。では2曲目トレーニングスタートしていきましょう。先ほどと同じ、膝を立てて寝転がったら手のひらはお尻の横、さっきと同じように膝を持ち上げて、先ほどは足を床につけましたが今度は足を伸ばす動作をしていきます。片足を伸ばす、戻す、反対も伸ばす、戻すです。注意していただくことはお腹を締めて腰を床につけておくこと。はい、確認できたら皆さんも一緒にスタートをしていきましょう。どうぞ。はい、足は遠くに伸ばしてお腹を締めておきますね。両肩はしっかり床につけておきましょう。膝はちょうど股関節の上まで戻してください。ここでのターゲットはお腹の下、下腹部のトレーニングですね。あと30秒続けていきます。膝はなるべく遠くにですね。疲れてきちゃうと膝が上に上がってしまいますので、これだとお腹の下は使えませんので足は遠くにしましょう。あと15秒、そう、できる人はなるべく遠くを意識して、あともうちょっとです。効いてきました、お腹の下。はい、 OK です。では少し休憩して、今度はお腹の上、お腹の下を同時に使います。指先はこめかみ、上半身と下半身を同時に上げて同時に下ろすシークランチというのをやっていきます。はい、ポイントはさっきと一緒、膝を股関節の上、肋骨を骨盤に近づけるようにして体を起こしますね。さあ皆さんもやってみましょう。どうぞ。顎を引いて膝と膝の間を見るようにします。これもちょっと疲れてきたなと思えば下で一回休憩しても大丈夫で、もいけならまた始めてください。そうですね、顎を引いてあまり引きすぎないで、目線は膝と膝の間、そうです。あと30秒、大丈夫そうであれば手足を伸ばしていただいて、少し強度高く V の字を作りますね。さっきは C でしたが今度は V になります。あと15秒、手足が伸びるほどお腹がより強くなります。下では腰をしっかり床につけて、あともうちょっと上でちょっと止まるぐらい下ろして、はい、 OK。 では3種目目ポジション変わりますね。肩の下に手をつきます。膝は股関節の下、体はまっすぐですね。お腹を締めておきましょう。動作はこの状態で片手を上に上げる、下ろして反対も上げる、これやっていきましょう。では皆さんも一緒にスタートしましょう。どうぞ。はい、顎を引いて床を見た状態で続けていきますね。もしこれで、全然大丈夫であれば膝を伸ばしてみてください。はい、そうすることでよりフラフラしやすくなります。その時はお腹を締めておきましょう。そうですね、目線は常に床です。体は平行のまま、体が浮いてしまうようであれば背中をまっすぐ意識して、あと30秒ですね。もしこれできれば体格の足も浮かしてみましょう。よりハードになります。さあ腰は反ってないですか、お腹締まってますか。あと15秒、手と足は自分の体のラインまで
これも上でちょっと止まってみましょうかね。ストップ。はい、下ろして、反対もストップ、下ろして、終わりから、はい、 OK。 では膝をついて一回お腹を伸ばしましょう。お腹の前たくさん使いましたね。温まりました。グッと硬くなった感じがあれば OK です。はい、 OK。 では軽く水分を吸わせてください。最後3曲目、背中のトレーニング移っていきます。ではうつ伏せに寝転がってください。最後は背面です。うつ伏せになったら両手を肩の横、足を揃えてお尻をぐっと締めておきます。この状態から体を一度持ち上げる、片手をこめかみ戻して下ろす、反対も上げる、手をつける、戻して下ろす、顎を引いて胸を横から離すことを意識してください。では皆さんも一緒にやってみましょう。どうぞ。はい、ここでのポイントはお尻をぐっと固く締めておくことです。顎を軽く引いて目線は常に床を見ておいてください。そうですね、これでもし腰が疲れてくるようであればまた休憩していただいても大丈夫、大丈夫であればそのまま続けてください。 OK、 いいフォームですね。これで皆さんの姿勢を良くしていきます。あと30秒。もし体が開くようであれば常に床と平行を意識してください。さあ残り15秒、チャレンジタイムです。今度は両手でやってみましょう。上がったら両方で、そうです、下ろして上げて、しっかりお尻を締めて、さああともう少し、はい、 OK です。ちょっと休憩。では今度は体を開く動作をしていきます。さっきと一緒、お尻を締めて足を揃えていきます。この状態から片手は床についたまま、片方の手は上に持ち上げて少し天井を見る感じですね。反対も天井を見る。はい、これを続けていきます。さあ皆さんも一緒にやってみましょう。どうぞ。はい、片方の手は床についてて結構なので胸をしっかり外に向けるように体を開いてください。顎を引いて、そうですね、これもちょっと腰に負担かかるなと思ったら一回ちょっと休憩して脱力して大丈夫です。準備できたらまたスタートしましょう。はい、どうぞ。さあお尻を締めて、はい、あと30秒。そうですね、背中を寄せるようにするとより効果的です。あまり頭を後ろに引きすぎないように顎を引いて、残り15秒です。さあもう少し天井まで行きますか。高く上げて高く上げて、そう、反対も高く上げて高く上げて、さああともう少しです。はい、 OK、 お疲れ様です。では最後です。一度立ち上がりましょう。膝を緩めて少し体を前傾します。股関節から曲げますね。顎を引いて、この状態から手を斜めに持ち上げる、下ろす、一度立ち上がって大丈夫です。お尻を後ろに引いて万歳、戻す、立ち上がる、大丈夫ですね。ではこれを一緒にやってみましょう。どうぞ。はい、ここでのポイントはしっかりお尻を引いて背中を伸ばしておきましょう。目線は斜め下、顎を引いて首を長くしておきます。肩甲骨を背骨に寄せるようにして手を高く持ち上げます。もしこれで大丈夫であれば下で止まった状態3回繰り返してみましょう。3、2、1、あと30秒続けましょう。で立ち上がります。背中丸くなってないですか。常に背中はまっすぐです。さあチャレンジできれば5回やってみましょう。あと15秒、5、4、
3 2もう一回1起き上がって OK、 はい OK です。じゃあ少し背中を伸ばしましょう。肘をついて背中を丸く、背中を伸ばしたらゆっくり体をロールアップしましょう。じゃあ軽く手足を振っていただいて、はい OK です。以上でコアクロス15分のクラスを終了したいと思います。皆さんのお腹の前、背中しっかり使いましたか？はい、これを続けていただくことで皆さんの理想とするお腹に近づいていけるように頑張ってください。ぜひ他の動画もチャレンジしていただいて、トレーニングだけではなく有酸素運動、カーディオクロスもぜひチャレンジしてみてください。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。